タイトルマッチ、 WBC ジュニアバンタム級のタイトルマッチが今月の17日に迫りました。現在日本でただ一人の世界チャンピオン、大阪帝拳ジム渡辺二郎の通算これが10度目、 WBC のタイトルは3度目の防衛戦であります。挑戦者は WBC6 位神林健闘会の勝間和夫です。チャンピオンの渡辺は7月に和歌山県白浜で同門の六車野間口、さらには特別参加の串木の野島選手らと恒例の第2次キャンプを打ち上げました。そして8月からジムワークに入りまして、猛暑と戦いながら順調に練習スケジュールを消化しております。チャンピオンの渡辺に聞いてみました。キャンプは苦しくてもう辛いですけどね、またまあ、勝てたからねキャンプが晴れるので、やはり嬉しいですね。苦しいですけど、最後のね第2キャンプですからね、まあ、最後の体力作りで、あともうこれが終わったらもうジムに戻って、もう、まあ、ジムワークなんですけどね、もうここでもう本当にもう目いっぱいスタミナをつけて行きたいです。勝間選手はアマチュア自衛隊でアマチュアをやってられたらしくて、まあプロでは僕と大体一緒ぐらいだと思うんです。何戦やってるのかな、大体僕と戦歴は一緒ぐらいだと思うんですかね。とにかく僕も聞いた話ではね、とにかくものすごい努力型らしいですね。ものすごく練習人2倍3倍するらしいですけどね、まあ、大体攻撃型のボクサーですからね、ボクサータイプじゃなくてもう手数とスタミナでかかってくる方ですからね。ほんでパンチもありますし、やっぱりもちろん油断はしてないんですけどね、ベストでやっぱり戦わないと危ないと思います。はい、もしか何ラウンドにどっかのスポンサーの人がね KO してくれたら賞金でも出るんでしたら言いたいんですけどね。ですけど彼がなんか8ラウンドにノックアウトするとか言ってたらしいので、テレビはだいたい11ラウンドぐらいが一番いいらしいんですけどね。まあ僕はまあひょっとしたら僕はだいたい6回7回ぐらいが一番こうある程度疲労もしてきますしね、ちょっと雑にもなってきますから、だいたい7回前後ぐらいが一番 KO の率が高くなると思うんですけどね。12回ですし、はい。さて一方挑戦者の勝間和夫、3度防衛を果たしました日本ジュニアバンタム級のタイトルを7月に返上いたしまして、このタイトルマッチ1本にかけております。まあ、チャンピオンの走り込み中心の合宿とは対照的に、こちらの勝間の方は全日本の新人王に輝いた新日本木村ジムの高橋正幸をスパーリングパートナーに迎えまして、伊豆の熱川でトレーニング合宿に入っておりました。精力的な練習が非常に目立った勝間和夫選手です。すでにもう結婚していてお子さんもいらっしゃる挑戦者、いろいろ責任も重いですね。はい、やっぱり家庭のためにやっぱり自分自身のためだけじゃないですから、やっぱり精一杯頑張りたいと思います。今回のこの熱川の合宿では重点的にどんなことをやってるんですか？そうですね、やっぱり渡辺選手を想定しての練習です。ということはもうチャンピオンの渡辺選手については十分に研究済みであるという？はい、もう以前からまあエキビションも3回ほどやっておりますし、スパーリングですね。はい、スパーリングです。まあ、大体感じ的にもう試合も見てますし、大体感じ的には分かります。どんなタイプのチャンピオンというふうに見てますか？そうですね、タイミングのうまいボクサーだと思います。怖い武器といったら？そうですね、左ストレート右フックです。で、対する勝間選手の得意のパターンというのは？そうですね、最後に攻撃の中からのやっぱり右ストレートです。現在のところ5連続 KO 勝ちですか？5連続です。すべて右ストレートがフィニッシュに結びついている？はい、みんな右ストレートです。さて今度の試合ですけれども、試合展開とか作戦とかどういうふうに組み立ててますか？まあそうですね、まあ相手が来るなりのボクシング、来なかったら来ないなりの僕のボクシングでいきます。
まあ、どっちにしろ、まあ、僕のペースで試合は運ばれると思いますけど。自分でペースをつかむことができる。はい、やっぱり僕の方がやっぱりボクシング生活長いですからね。そうですか、年齢の方は若いんですよね。はい、3歳若いです。その辺も大きな武器になりますか。これはボクシングにとってはもう絶対大きいです。具体的には、体力面です。技術云々だけじゃないですからボクシングは。じゃあ勝負は大体どの辺に置いてますか、ラウンド数でいくと。まあ、ワンラウンドからどのラウンドでも KO チャンスはあるんですけど、やっぱり中盤だと思います僕は。中盤6ラウンドあたりナックアウト。